やってるんですが、まだまだ程遠いので、ぜひ皆さんも今日のステージ楽しかったなって方がいたら、ぜひ物販でもフライヤーを配ってるので、ぜひもらいに来てください。それでは以上、キミカのリアクションでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。スピードアウトを聞かせていただきました。キミカのリアクションの皆さんに毎週大きな拍手をお願いいたします。さあ、何度も繰り返してもらいますが、なんと今月、来月ですね、10月18日日曜日でございます。夜6時から会場、そして6時半から新潟ロッツ、まさに FM 新潟さんのお膝元、新潟ロッツでワンマンライブを行います。